皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。ルバサーガ2パート5続きをプレイしていきたいと思います。祈りの輪を祝福を受けて天に入ってちょっとごちゃごちゃになっていますがはい、いろいろあってここにエナを頭に釣り出たのですが、から、と思いまーす。この先を越えれば、祈りの神殿だ。気をつけてな。ルールは宝箱を守っていた。宝箱の中に銀の錬が入っていた。は銀の錬を手に入れた。ここに設置ある宝箱は何ですか。ああ、ツール。ここは祈りの神殿です。あなたも石碑のお告げを聞きにいらしたのですか。そのお告げは必ず当たります。だからこそ祈りの神殿はこの辺境の地に建てられたのです。わー、ハイラルさん来ない。ティファ様に祈りの輪を、この石碑があなた自体について予言してくださいました。と、祈り。この輪は、あ、はい。では、祝福の輪を。今日は、この輪を渡す。この輪、に受け、では、手の、に祈りを捧げましょう。で、石は、はい。で、石は花嫁に、手をもたらすでしょう。人を聞いたらもう一度、私にいらしてくる。に、相談することがありますよ。迷いの谷にズールが現れてから、ここを訪れるのはほとんどいなくなりました。お具合はいかがですか。お困りでしたら、そこに手紙の子がありますように。から不思議な声が聞こえています。みんなは
カオンと幸せな生活を築く。その前にジョンという少年の手助けを。ジョンは一刻も早くカイラルを助けよ。こなくば光の戦士カイラルもソルデの前に敗れ去るであろう。ではいかがでしたか。相談と言いますのは、砂漠の国トランに行くには月の迷いの森を通らねばなりません。しかし最近になって一つずつにプールの進化が変わり始めました。それまでは砂漠の入り口に期待を張っておきましたが、それが破られるのも時間の問題です。もう少しの間、戦いを解きますので、方にその人を倒していく。で、くださいますか？では、結界を解きましょう。で、迷いの谷を通ることができる。は、来ました。生人、様らかカイラルの助け手となる者は、様の頭この手で握りつぶしてくれるわ。そうですね。私は新刊のマンハルだ。カイラル王子の伝言を祖父に伝えるため、このズーフルに残ったのだ。カイラル王子がズーフのアゴンを倒す、ずっと平和がある。もし、アゴンには兄のズーフルがいる。ズーフルは、アゴンよりも誰かに強い王なのだ。王子は今、北の地方に出現している。王子を助けに行ったのか、なんと、手となるか、違いない。カイラル王子は、光の神殿のどこかに、光の武装具を、光の武装具には、厳重に封印されたのだ。
貢献とは、か、か、そ、こそなに、変えることができるものを、か、ご宣伝を受けなさい。から、か、この人に、お、さに、ありますね。下に光の盾が置かれる。あ、光の盾を置く。
旦外へ出ます。秋田オメリアの東、東
からの感じで、ファイナルは、モディリズムを、あ、タオリスト。で、ポン。歌は、ネルバトンサーガや、ルバサーガという歌が、で、この中には、いくつかの謎が、闇のズールシンパ。ここが、そのあ、なんだろう。肩にも。が、え、かを、こう、こう、置いてます。が、おうぜ。ああ。いな。こと、たんだね。タオさんがレオさんの手をレオさんは帰ってで、ズッキンデーにいるマンハル様ので、ありのとこレオのであれば結婚式のあ、下にある音の鎧光の鎧があるとあったそこは強力なズールの変質とかまあ、そもそもこんなところにあ、どうしたまず、役に他の戦戻るのプランで落ち着くあ、私あのどうしたのなんか、この電磁飛ぶ装備はカオン様がご一緒なら何も問題はありません。どうか無事に。箱の中に炎の心臓が入っている。心臓はこれ以上見つけられていません。
ックギルドに転送しますから。はい、炎の信号をブラックギルドに。ブルドラゴンは炎を吐きながら突然襲いかかってきた。の鎧に向かって天からまばゆい光が差してきた。私は運命の神デリとお前たちに祝福を授けよう。その祝福を受けてみんなの体に力が溢れてきた。トンは光の鎧を手に入れた。さて、レオンさん、これで光の鎧も手に入れました。私は一刻も早くエナと結婚したいのです。バオンは隠していた風の祈りを使った。カルモンのエナの結婚の儀式を執り行う。王子リカオンよ、エナを命を尽くし愛することを女神ハエで誓った。はい、誓います。クモン家のエナよ、リカオンをエナチアに来ることを女神で誓うか。では、次回の口振ってよ。めずたく、あ、すいません。たしき一般王の誕生である、あら、あらんこと。となった、リカオンは、エナの中に出現した。
曲はここからのどうルバトンの神々の効果エサレオンの幸運と正義の力を授けたレオンの会に大丈夫。ファンゴールド。ほら、ルカオン様とエナ様は、ほら、はなります。で、で、ストルト。顔。はい、そう。で、全然が、ほら、に。では、ゴールド。ハンドルで出るのだから人を差し上げるとバンドルは帰ってでもバスに降りるでしょう。時間の区切りも良いところなのでこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。